リンゴ、これ産地直送で1つ300円、インターネットで販売すると10分で完売してしまうそうなんです。東京白金台、高級住宅街の一角に1年先まで予約がいっぱいのフレンチレストランがある。この店の看板メニュー、その名も木村さんのリンゴのスープ。すごい美味しい。スープの材料にはその男が作った特別なリンゴだけを使う。腐らないんですよね、生産者の魂がこもってるのか、すごいね、かわいいな。タンスに入れてしまっておこうか。そのリンゴを育てる男はとにかくよく笑う。申し訳ありませんでした。木村明則57歳。22年前日本で初めて農薬や肥料を一切使わずに本格的なリンゴ栽培に成功した。今そのリンゴ作りに全国から視察が相次ぐ。農家に消費者、さらには研究者からも熱い注目を集めている。常識外れの栽培ですからね、まだ私たちの分かんないメカニズムがあるんでしょうね。常識外れの木村のリンゴ作り。農家の次男として生まれた木村、22歳で隣村のリンゴ農家へ婿養子に入った。高度経済成長の時代、農薬と化学肥料に頼る大規模農業を目指した。しかし間もなく木村は農薬による炎症に悩まされ始める。皮膚がただれ水ぶくれになった。肌の弱い妻は顔が腫れ時には寝込むほどだった。ある日立ち寄った本屋で木村は一冊の本に出会う。農薬も肥料も一切使わずに稲やみかんを育てる自然農法の本。何十回読んだか分かりません。木村は衝撃を受けた。この方法でリンゴを作ろうと決めた。農薬をやめ2ヶ月が過ぎた頃だった。リンゴ畑におびただしい数の害虫が発生した。さらに細菌による病気が追い打ちをかけ、秋には全ての葉が落ちた。それでも木村は諦めない。資料を読み漁っては様々な方法を試した。しかし他の作物では効果があってもリンゴには全く効かない。1年経っても2年経っても実るどころか花さえも咲かなかった。リンゴが取れなければ収入はない。生活費を稼ぐため木村は夜キャバレーの呼び込みをやった。妻の美智子は料理に畑の雑草を使い食費を切り詰めた。娘たちは小さな消しゴムを3つに分けて使った。しかし4年が過ぎてもリンゴは実る気配すらない。しかしリンゴは実らない。5年目にはとうとう木が枯れ始めた。晩作が尽きた木村、6年目の夏の夜、一人岩木山に向かった。死ぬ覚悟だった。
死に場所を探して歩き回った。突然視界にリンゴの木が飛び込んできた。目を凝らすと枝ぶりの似たどんぐりの木だった。ふと思った。なぜ農薬をかけていないのに自然の木には病気もなく害虫もいないのか。夢中になって根元の土を掘り起こした。土は驚くほど柔らかかった。もう直感しました。これを再現しようと。これを再現すればリンゴは実るんだという。木村は山の環境を再現するために雑草を伸び放題にした。リンゴを育てることよりもあの柔らかい自然の土を作ることだけを考えた。8年目の春、白く可憐なリンゴの花が畑を埋め尽くしていた。涙があふれて止まらなかった。その時木村は気づいた。花を咲かせたのは自分ではない。リンゴが自ら力を振り絞って咲いたのだ。主人公はリンゴ。それが木村の信念となった。よく頑張ったよ。ありがたい。リンゴは病気や害虫に極めて弱い。農薬を使わない栽培は不可能だと言われてきた。よかったよかった。しかし木村は化学薬品を一切使わずたわわにリンゴを実らせる。ただ自分ではこの栽培を栽培という言葉じゃなくてリンゴの木が育ちやすいような環境をお手伝いしているだけです。この畑はリンゴが育ちやすいように8年もの時間をかけて徹底して自然に近づけたものだ。雑草は伸び放題。いわゆる農薬はもちろん肥料も使っていない。しかしここに秘密がある。ダニ、リンゴの害虫を餌にするカブリダニ。自然に近づけた木村の畑は農薬をまかなくても益虫が害虫を食べてくれる。木村の仕事は益虫と害虫のバランスに目を光らせること。しかし目に見える害虫は手で駆除できても見えない病原菌には対処できない。病気からリンゴを守るために木村が頼りにしているものがある。米やトウモロコシを発酵させて作った酢だ。酢にはわずかだが殺菌作用がある。長い間化学薬品を使っていない木村の畑では酢でも十分病気を食い止められる。木村は酢でリンゴの木を洗うように一本一本丁寧にかけて回る。600本にかけるのは数日がかりの重労働だ。しかし木村は手作業にこだわる。通常のリンゴ栽培では農薬散布にスプレーヤーという大型機械を使う。効率は手作業とは比べ物にならない。しかし大型機械は畑の土を踏み固める。だから木村は使わない。これこんな風になってるんですよ。手で簡単にこれ大きいやつは重い機械が入らない木村の畑は手で簡単に掘り返せるほど土が柔らかい。
さんが元気よく根を張ってるわけですよ。おそらくリンゴの根も同じじゃないかなと。農薬も肥料もやらず自然に近づけた木村の畑、その環境が作物が本来持つ生命力を引き出し、リンゴに自然の甘みを宿らせると木村は考えている。いつもあのレッサーのシェフが木村さんのリンゴは腐らないっておっしゃってましたけど、はい、あれどういうことなんですか？あのここに今ございますけれども、これは2年前の、2年前のリンゴがそのまま、そうです、これ乾燥して、こんなもの見たことないね、今まで見たことないです。いや、あの普通腐っちゃいますよね。触っても大丈夫なの？大丈夫です。おー、いい匂いがするいい匂いがする、いい匂いがするです。あれ、これなんかお菓子みたいな、あのなんかこれどういうことなんですかね。私も詳しいことわからないんですけれども、はい、自然のものは腐らず枯れていくんじゃないかなというような気持ち持っています。さて、あの早速なんですが、プロフェッショナルの道具、今日は畑でいつも使われているベルトをお持ちいただいたということで、あ、これも一年中私の腰についているものです。肌身離さずありがとうございます。あとこの手近め、これは手近めをお使いますか？記録用です。ちょっと意外ですね記録用にニックキムシの害虫の虫を取るんですか？見せていただけますか？あの気持ち悪く思わないでください僕は大丈夫です、虫好きですのでこれは大きくしましょうか。この赤いのが真杭虫です。この赤いのが虫なんですね、はい、で中のこの黒い部分はもう食べられて空洞になってしまった部分、あの糞です。あ、糞なんですか？憎きやつですね、これ。そうです。でもそういう虫ってはどういうふうに勉強されたんですか？自分でまず絵を描いて、そしてそれに近い絵を図書館で探して本当に独学でやられてるんですね、みんな。はい、そうです。あの木村さんのリンゴもぜひ試食させていただきたいんですけれども。あ、いいですよ。あ、ハサミで。はい、これ。お、あれあれあれ割れた、なんか手品みたいな。あれ、あ、わ、綺麗に半分に割れるんですね。はい、針が果物自体にあるんで、そうだと思うんですけどもね。こんな風に割れていくんです。不思議だな。どうぞ。いただきます。これはあの品種富士です。おいしい。あのなんか細胞の一つ一つが生きてる感じしますね。ですか。僕前アマゾン行って、はい、マナウスってとこでジュース飲んだらね、全然それまでと違うジュースだったんですよ。もうなんか生命が溢れてるっていうか、それとこれ同じ、なんかそんな感じがします。今農業はいわゆる一つの作物だけを作るモノカルチャーっていうのが多いですよね。はい、で木村さんのリンゴ畑って、確かにリンゴは育ててるんだけど、他の植物もいっぱいあって、なんかあのちょっと複雑系っていうかね、すごくなんか豊かな生態系がそこにあるっていう、それがちょっと僕新鮮な驚きだったんですけども。いろんなあの雑草が、あの生えているからバランスが取れるんじゃないのかなと。多種多様のことなんですかね。あの菌があのそこに生息していくことができるような、あの役目を果たしているのが雑草じゃないかなと思います。あの複雑系というのは、すごく豊かで、あの、まあ、恵みがあるんだけど、一方であのコントロールするのがすごく難しいんですよね。あの最低2回は草を刈るんです。それはあのリンゴの木に季節を教えるためです。秋が来たことを教えるために
9月に入ってから刈り取りします。どうして刈ると秋になると、草がボーボーだと、土の温度が草の中ではあんまり変化がないんです。あ、教えてあげないと季節ってわからないんですか。やっぱりそうだと思います。森林とか原野の場合は収穫するものがないんです、うんうん、ないので、そのまま草ぼうぼうの状態で1年過ぎますけれども、やはり収穫をしていくとなると、そこは人間が考えて工夫して知恵を出すことが必要じゃないかなと、そう思っています。木村さんは育てるんじゃなくてただ手助けするだけだっておっしゃいますよね。そうですね。職業、リンゴ、手伝い業。